クリームソースをかけ、小さな葉を添えた、クラブケーキ桃のムースにホイップクリームやミントの葉を添えたデザート付け合わせは、料理や飲み物に対して、飾りとして添える食材や、物体のこと。日本では主に、料理の味を引き立たせるために添える食材を指す。多くの場合、付け合わせは料理の味わいや彩りを良くするために、加えられる。 付け合わせとして使用される食材はフランス語で付け合わせを意味するガルニと呼ばれた。付け合わせの多くは食べることを意図して添えられたものではないが食べることを意図して添えられる付け合わせも存在する。パセリは伝統的な付け合わせの例である。パセリは葉の形状や茎が硬いことを利用して付け合わせとして利用されてきた。トマトとチッコリーを添えたチーズトレイ付け合わせは 料理や飲み物の印象をより良いものにする働きを持つ。例として、パプリカをサーモンサラダに散らすことで料理の配色を良くすることができる。チャイブをジャガイモの周りに散らすことで色のコントラストを作ることが可能になるし、カクテル傘をカクテルの上部に飾る。毎回にトロピカルフルーツを上部に飾ることでカクテルの見た目をより美しいものにすることができる。寿司に プラスチック製のバランやシソを添えることで色彩のコントラストを作ることが可能になる。時に付け合わせや薬味は料理の外見を完成させるために使用されることがある。例として、フランス料理のアントレではソースをかけパセリの小さを上に付け合わせとして飾る。また、特定の付け合わせなしでは料理が完成したとみなされないような特殊な料理も存在する。例としては、 バナナスプリットサンデーの上にチェリーを飾る、バッファローウィングにセロリスティックを添えて、ブルーチーズドレッシングをかけるといったものがある。料理の飾り付けをする用途に道具が使用されることもある。例として、串、ナイフ、おろし器、爪楊枝、食事用包み紙がある。ありがとうございます。